本日はたくさんのご来場誠にありがとうございます。6月に、コラーゲンホールで、発表しました、藤田ジュニア隼人の、支援大会隼人、エールの、詳細が一部決まりましたので、ここで発表させていただきます。11月、27日水曜日、18時30分夕方の6時半から、東京新宿フェイスで、行われます。参加選手、道のくプロレスの選手は全員参加いたします。現在怪我で休んでいますマンジマル兼45も来場いたします。そして他団体からたくさんの表明がありました。日程が重なっていて本当はこの大会に出たかったんだけども出れなかった選手もいます。ここで全選手を発表させていただきます。ゼロワンから大谷慎二郎選手、田中雅人選手、日高育人選手、杉選手、ゼロワンからは以上の4名になります。続きまして、フリーダムズから佐々木隆選手、ドラゴンゲートからは望月正明選手、そしてフリーの選手です。武田正史選手、金本浩二選手、そして一般人から沢選手、そして元道のくプロレスの選手でもあり現在はノアに所属しています剣王の参戦も決定いたしました。対戦カード等はこれから隼人も含めて一緒に話し合って決めてまた後日発表したいと思いますのでたくさんのご来場お待ちしています。藤田ジュニア隼人支援大会ハヤトエールの詳細新関一人生から発表がございました。11月27日水曜日18時30分新宿フェイス、こちらのチケット本日全試合終了後より先行発売いたします。本日より先行発売いたします。明日からは一般発売となります。良いお席お早めにお買い求めください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆様のご協力ご参加心よりお待ちいたしております。よろしくお願いいたします。それではこれより後半戦までしばらく休憩とさせていただきます。